イバン・ジガ・ブコビッチは、モンテネグロのサッカー選手。元モンテネグロ代表。ポジションは FW。2004年に FK ゼタ・コルボブチに加入して、プロサッカー選手となった。彼の加入した2004から2005シーズンは、クラブ史上最高の成績であり、セルビア・モンテネグロ・プルバリーガでは、パルチザン・ベオグラード、レッドスター・ベオグラードに次ぐ3位につけた。2006年には FK ブドゥチノスト・ポドゴリツァに移籍。ここで5シーズン過ごした。彼はチームをモンテネグロ・プルバリーガ2位に4回、1位に1回、導いた。103試合57得点の結果を残し、特に2009から2010、2010から2011のシーズンは成功し、60試合で39得点の活躍をした。これによって彼は、モンテネグロサッカー協会から年間最優秀選手を受賞した。2011年の夏には、クロアチアのハイドゥクスプリトに$425,000で移籍。2012年8月9日の UEFA ヨーロッパリーグ2012から13の予選ラウンドでは、インテルナツィオナーレミラノから得点を奪う活躍を見せた。2013年6月には$220,000で、城南 FC に移籍した。2014年8月にはヨーロッパに戻り、オフック・ベオグラードに加入。同年、FK ムラドスト・ポドゴリツァに移籍。UEFA ヨーロッパリーグ予選では、ネフチバクーから得点を奪い、2次予選、進出の立役者となった。2015年8月には、イスラエルのマッカビ・ネタニヤ FC に2年を延長付きの1年契約で移籍したものの、1ヶ月もしないうちに解雇された。その後再び FK ムラドスト・ポドゴリツァに加入。2015から16シーズンの後半から再び同クラブでプレーすることとなった。かつてモンテネグロのアンダー代表の一員であった。その後、モンテネグロ代表として2009年11月18日に行われたベラルーシ代表戦でミロラド・ペコビッチと交代で初出場を果たした。ありがとうございます。